新核生物は動物、植物、菌類、原生生物など体を構成する細胞の中に細胞核と呼ばれる細胞小器官を有する生物である。新核生物以外の生物は原核生物と呼ばれる。生物を基本的な遺伝の仕組みや生、科学的性質をもとに分類する三ドメイン説では、古細菌ドメイン、細菌ドメインと共に生物界を三分する。 他の二つのドメインに比べ、非常に大型で、形態的に多様性に富むという特徴を持つ。かつてのご解説における、動物界、植物界、近界、原生生物界の四界は、新核生物に含まれている。新核細胞の模式図。1、核固定に、細胞核3、リボソーム4、小脳5、 素面小胞体6、ゴルジ体7、細胞骨格8、活面小胞体9、ミトコンドリア10、液胞11、細胞質、基質12、リソソーム13、中心体深核生物の細胞は、一般的に原核生物の細胞よりも大きく、場合によっては1000倍以上の体積を持つこともある。細胞内には、様々な細胞小器官がある。細胞核は、 必要な物質のみ透過する穴の開いた二重の膜で覆われており、核液と遺伝情報を保持する DNA を含んでいる。細胞のその他の部分は細胞質と呼ばれ、細胞骨格によって支えられている。核の周囲を板状とチューブ状の小胞体が取り巻いている。チューブ状のものは活面小胞体、板状のものは素面小胞体と呼ばれており、 素面小胞体にはいくつものリボソームが貼り付き、細胞内での物質の生成、伝達が原核生物と同程度に潤滑させる器官である。リボソーム内で合成されたタンパク質が小胞体に渡され、小胞に入れられて細胞全体に分配される。ほとんどの真核生物では小胞はこれ自体に蓄積される。小胞には様々な種類があり。 これらの動きを合わせて細胞内組織が構成されている。その他にも多くの器官が存在している。幻覚細胞と異なり、真核細胞の中にはイカ作用と酸素の消費に関係するミトコンドリアがある。植物や物系列では細胞内に光合成を行う葉緑体も含まれている。葉緑体を内部に持つ幻覚生物も存在しているが、 それぞれ別々に細胞内に取り込まれたと考えられている。新核生物の多くは細胞表面に弁網や線網があり、移動に使用したり、あるいは受容器官の働きをしているものもある。細胞分裂の際には、まず核分裂が行われる。一般に核内の DNA は細胞分裂に先立ってより集められて染色体になり、 DNA は、この染色体ごとに新しい2つの細胞のために、糸状の構造によって分かれて運ばれる。分かれた染色体のコピーが渡される。これをあり糸分裂と呼ぶ。新核生物の染色体は直射状であり、末端にはテロメアと呼ばれる構造がある。ほとんどの新核生物では、有性生殖が行われる。減数分裂後、染色体の半数を2つ合わせて、 核の合成を行う。これには、様々なパターンが存在する。青字は細菌。緑字は、真核生物。赤字が古細菌。左は古細菌を単系統とする説。右は、エオサイト説。矢印は、e F、EF-1α。次挿入が発生した地点を指す。エオサイト説の場合、挿入は1回で済むが、3度メイン系統樹の場合、2系統で。 同じ挿入が独立して起こったと仮定しなければならない深核生物の起源は現在も活発に研究が続けられている分野である。深核生物は少なくとも2種以上の生物が合体して誕生したことがほぼ定説となっており、例えばミトコンドリアは母体となる生物にアルファプロテオバクテリアが細胞内共生を経て取り込まれた結果であるとする説が有力である。 深核生物の母体となった生物の正体については大きく3つの説が存在する。カール・ウーズラによる分子系統解析の結果、深核生物は古細菌の姉妹群であるとする3、ドメイン説が広く指示を得たが、近年になり、深核生物に非常に近縁の古細菌が発見されるに至って、深核生物の祖先を古細菌そのものとする二ドメイン説が優勢になりつつある。 前者の立場では、古細菌と、新核生物は共通の祖先から分岐した後それぞれ、独立して進化したとし、後者はアスガルド古細菌のような特殊化した、古細菌がさらに新核生物へと進化したとする。いずれの起源にせよ、新核生物への具体的な道筋は、未解明であり、水素仮説、リバースフローモデル、E3 モデルなど多くの仮説が提唱されている。一方、 シントロピーモデルと呼ばれる仮説のみ、バクテリアが古細菌を取り込んだと推定しており、強制の関係性が他の2説とは逆である。この説では、ミトコンドリアは古細菌とは別個に取り込まれて成立したとされる。また、上記の3つの説以外にも、細胞核に類似の器官を持つ一部のバクテリアが真核生物の起源に関与しているとする説も存在する。 葉緑体はミトコンドリアと同じようにシアノバクテリアが細胞内共生を経て新核生物に取り込みまれた結果であると考えられている。しかしこれは新核生物誕生後、藻類の祖先となる系統でのみ個別に生じた現象であると考えられており、新核生物の起源とは直接には関係しない。新核生物の成立年代は現世代と考えられている。 深核生物に不可欠ないくつかの期間の成立に酸素が必須なことから深核生物は24億年前の第三回弁と以後後期成長喧嘩で19億年前までには成立したと考えられている一方で深核生物は酸素が大気中に含まれていなかった第三回弁と以前の生活スタイルも保持しており最初に誕生した深核生物は 通性寄生研究生物であったと想定される。ちなみに第3回イベント以前の地球にもごく少量の酸素は存在してした可能性がある。ただ、深核生物を含め高気性生物が太古代にすでに存在していたかについては、それを明確に指示する証拠は現在のところない。最も古い深核生物の痕跡として27億年前の地層から検出された。 ステランと呼ばれる、新核生物由来の有機物質が一時期議論されて、いたが、その後これらの有機物質は、当時のものではなく構成の汚染物質であると、結論付けられた。現在、新核生物由来のステランとして認められた、最も古いものは新源世代のものにとどまる。そのため、新源世代以前の新核生物の有無及び、実態について詳しくはわかっていない。 深核生物そのものの化石は21億年前の地層から発見されている。ただし、これらの化石が真に深核生物由来かどうかはなお議論の必要がある。19億年前の地層から見つかったコイル状の多細胞生物と推定されるグリバニアは深核生物として現在広く認められている最古の化石の一つである。 深核生物の起源を分子時計を用いて推測する研究も行われている。ただし、分子時計計算は上に挙げた、ステランなどの化学化石、および微化石の年代を元にしており、これら化石資料の選択次第で大きく計算結果が変動するため注意を要する。ご解説では、深核生物は動物、植物、菌類、 原生生物の4つの境に分類されていた。例えば、原生生物の分類体系であるレビンエトールは国際原生動物学会の合意して図鑑や百科事典などに取り入れられていた。しかし近年では分子系統解析などの研究成果を受け、深刻生物の新しい分類体系が発表されている。例えば、動物と菌類は同一の系統に含まれるとして、 オピストコンタにまとめられている。現在広く受け入れられている分類体系として、国際原生生物学会による分類体系が存在する。この体系は2005年に発表され、2012年と2019年に2度改定されている。いかに2019年に出版された改定版の外観を表に示した。新刻生物は、アモルフェアとディアフォレティケスの2つに大別される。 さらにそれらは、スーパーグループと呼ばれる大きな系統群を含む。スーパーグループの一つであったエクスカバータは、その単系統性が不明なためメタモナス類、ティスコバ、マラウィモナデディの3つに解体された。オピストコンタ、アプソモナス類、ブリビアティアは単系統群を形成すると考えられ、オバゾアと呼ばれる。深刻生物の系統関係の解明は、現在も進展中であるため、 上記の分類体系は今後も改定が続いていくと考えられる。細胞核という構造の有無が生物の分類にとって重要な際であることは19世紀にはすでに認識されていた。例えば原生生物という言葉を初めて用いたエルンスト・ヘッケルは細菌などの何の構造も持たない生物を原生生物の中のモネラとして区別し、後に卵巣をここに含めている。 しかし当時は動物と植物という際がまず先に立っており、モネラとそれ以外という際が注目されることはなかった。新刻生物という言葉は文献上、エドアール・シャットンが1925年の論文で初めて用いた。この論文はパンスパーラ・パープレクサの分類学的位置を議論するもので末尾の原生生物の分類表と樹形図の中でユカリオッツと、 プロカーヨーテスが示されているものの、他には何の説明もなかった。シャットンの弟子で後にノーベル生理学・医学賞を受賞したアンドレル・ボフの1932年のモノグラフの冒頭には、シャットンを引用しながら原生生物を原核生物と真核生物に二分する胸の記述がある。ここでは、原核的原生生物を細胞核やミトコンドリアがないもの、 神格的原生生物を両者を持つものとしている。以後、20世紀前半に英語、ドイツ語、フランス語の文献で何度か言及されてはいるが、生物を神格生物と厳格生物に二分する方法は一般的な認識とはほど遠かった。例えば、ハーバート・コープランドは1938年に細胞核がない生物をモネラカイとしたが、細胞核がある生物については、 ヘッケルの3回をそのまま採用している。この2分法を普及させたのは、カナダ人の最近学者、ロジャー・イ・ーツ・スタニアである。彼は1960年から翌年にかけて、サバティカルでパスツール研究所に滞在し、ルボフとの議論の中でシャットンの2分法を知り、1962年の論文で広く知らしめたのである。電子顕微鏡による微細構造観察が、 当たり前のように行われる時代になって、ようやくこの二分法は自然に受け入れられた。ウィキスピーシーズには深刻生物に関する情報があります。ウィキメディアコモ Commons には深刻生物に関するカテゴリーがあります。ありがとうございます。